スタートしましまた当番のベルゼブ,ブやや遅れた今日メインレースサンケイスボー初杯第29回ダービーグランプリ黒船賞ベルゼブブしかし盛り返して鼻に立ちますトロバオが2番手ですその後ろ3番手ジャスト・フォ・ファンとなりましたエンパイア・ペガサスが3番手の外その後ろにつけましてデルマオカールさらに内ちスティールキングです2馬身後ろにつけましたのがウィンバーニング34コーナー中間地点1周目 サンエイホープ後方にノーノーイエースそしてバルダッサーレが今、しんがりにいますバルダッサーレそしてスマイリーキュート後方から先頭からしんがり10馬身ぐらいでホームストレッチに入ってまいります先手を取ったのはベルゼブブそしてトロバオが2番手トロバオが2番手のポジションにつけておりますベルゼブブトロバオその後ろにエンパイアペガサスうち3番のジャスト・フォファンでゴールバンを通過2馬身後ろじわっと外目からバルダッサーレ上がっていく今バルダッサーレは 後位4番手の外に入りますデルマオカルがいてそしてスティールキングは終始内打ち,打ちを進んでいます34今12コーナーで 1000m を切りました先手を取った1番のベルゼブブリード1馬身トロバオ2番手3番手にジャスト・フォファン外エンパイア・ペガサスバルダッサーレ5番手バルダッサーレ5番手向こう上面ですまもなく800打ちスティールキングがおりましてその後ろデルマオカルウィンバーニング1馬身後ろサンエイホープノーノーイエースピッチがいきなり上がった スマイリーキュートですさあピッチがいきないなかった向こう上面前は2頭ベルゼブブ、トロバオ600を通過2頭です エンパイアペガサスが現在3番手でありますがその外目からバルダッサーレバルダッサーレバルダッサーレは外を回っているバルダッサーレ外を回っている内を進んで3番ジャスト4ン5番で400を通過さあ先頭はベルゼブブか2番のトロバウかベルゼブブトロバウベルゼブブとトロバウあと開いている現在3番手エンパイアペガサスバルダッサーレ4コーナーから直線構成トロバウだトロバウ抜け出すトロバウ抜け出す200を通過1番のベルゼブブ二番手ベルゼブ二ブ番手その後ろですがエンパイアペガサス外から上がってくるのが 11番のバルダッサーレしかしトロバオだトロバオ2番手は接戦トロバオゴーリトロバオです2番手エンパイアペガサス3番手11番のバルダッサーレそして外にいたのがスティールキングでした圧勝ですトロバオ敗成功記念の勝ち馬がダービーグランプリを制しました